こんにちは、あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。今日もさゆみさん、どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。前回ファッションの話をちょっとしたと思うんですけれども、はい、その流れで実はやっぱり同じブランドがフランスと日本にあったとしても、うん、扱ってる商品が全く違うという、まあ、その国によって売れ筋が違うというところを、はい、今日ちょっと日仏文化の違いというのも含めて、そうですね、はい、お話ししたいなと思います、はい、例えばさゆみさんが、まあ、気になってるブランドでもいいんですけども、うん、明らかにこう全然売れ筋が違うとか、はい、商品が違うっていう、なんか具体例をちょっとお聞かせいただけますか。実名を出していいのかわからないんですけど、はい、でも出した方がね、はい、多分わかりやすいかなと思うので、うん、まずパリと日本ですね、うん、フランスと東京、あの日本で比べた場合に、うん、すごく明らかに違うなと思うのが、うん、ユニクロ。あ、ユニクロはもう全然違いますね。思いますよね、やっぱり、ね、思います思います、うん、とにかく胸の空き、うん、T シャツとか、はい、キャミソールとかのカッティングが、うん、もう全然違いますよね。下です、かなり下です ね、はい、もう谷間が見えるんじゃないかぐらいあの下のものしかないですね、はい、ないですね、はい、だから T シャツもそうですよね。そうです、本当に、うん、本当に。で、あのサイズも、うん、例えばフランスで M を買ったと、うん、で日本で M を買った、全然違うんですよ。違いますね。フランスで M を買うとブカブカ。そう、私だから日本で M なんですけど、フランスだと S か XS ですよ、やっぱり。そうそう、あの S でもなんかブカブカっていう感じがありますよね。ありますよね。カップの大きさも違うんですかね、例えばブラトップとかああいうのとかね、うんうん、全然違うので、やっぱりあの会社というのはフランス向けにきちっとやっぱりマーケティングリサーチをしているってことですよね。どういうものがフランス人が欲してるのかっていうのを、うん、はい、すごく調べてるんだなっていうのがすごく分かりますよね、はい、うん、あと私が例えば日本フランスでユニクロの、でもユニクロの、うん、まあ、夏物として買ったものが、うん、絶対日本には置いてないものとかありますよね。ありますね。やっぱり、あ、フランスだけで展開、確かにこれは日本ではない色だなとか、うん、結構私買ったの濃い紫だったりとか、あ、そうなさそうですよね日本ではね。そうですね。そう、だからそういう意味では、うん、やっぱりラインとか色っていうところも全然違いますよね。違いますね、うん、それはねすごくこう、うん、結構衝撃で、うん、かもしれない。だから日本のユニクロの感覚でフランスユニクロ入ると、で同じサイズを買っちゃったりしても全く全然、ね、違います、うん、違うので、うん、必ずもうワンサイズ下かツーサイズ下ぐらいを買わないと。それは店員さんにも言われました、うん、あ、やっぱそうなんだね、うん、その辺はやっぱ分かってる、ね、あの日本人の店員さんがいらっしゃるお店もあって、うんうん、お客様これ M ですけども、うん、日本の M よりかなり大きいと思いますから、はい、あのご試着されましたとか、うんうん、いえしてないんです、うん、多分もうちょっと下のサイズの方がちょうどいいよろしいかと思われますとアドバイスをいただき、ね、やっぱ試着してみたらブカ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 でしたね、やっぱりね。そうだから、やっぱりそういうサイ、まあ、サイズ感っていうのも体の大きさも違うし、うん、全く違ってきますよね、はい、あと今その色の話で思い出したのが、うん、あるまあ、これも子供服ブランド、もう言っちゃいますけど、はい、プチバトーですね、うんうん、もう日本でも結構入っていて、はい、私の友人がある、まあ、CA なんですよ、はい、だからまあ結構パリでパリ便があってパリに来てたと、でその時に日本のプチバトーのカタログを持ってきてて、うん、そこにブワーッと付箋が貼ってあったわけですよ、うん、もう友達からいっぱい頼まれたと、でこういうのが欲しい欲しいって言って、でそれを一個ずつ聞いてったら全然ないんです。それがその商品自体がない、うん、でもうまず日本のカタログを見た時にフランスのプチバトーにありそうな色じゃないんですよ。結構原色なの日本で、色自体が全く違う、色展開が違う、で、うん、この、あ、これないないないでほとんど彼女買えなかったのねで日本って子供服って結構原色を使うじゃないですか。そうですよ ね、結構黄色とか赤とか使うけれども、うん、中間色ってあんまり
まり確かにないですね。ないんですよね。で、こっちってむしろ子供服にもベージュとか、もうなんか大人の色使いをそのまま子供に当てはめた感じですよね。そう。だからピンクもいわゆるショッキングピンクじゃなくてグレイッシュなピンクだったりとか、こうちょっとこうスモーキーがかってるとか、ちょっとくすんだ感じだったりとかね、グレーな感じとか、うん、ベージュとか多いので、うん、もうこの展開自体がないって言われて、うん、彼女は、まあ、せっかくだね、フランスで買って帰ったらいろいろあるだろうしと思ったのが全然結局買えずに帰ったっていうのを見た時に、うん、あ、プチバトーもフランスと日本で展開をやっぱ変えてるんだなっていうのを感じた、うん、子供のファッションって私いつも見てて思うんですけども、うん、フランスのね、特にパリのあたりのお子さんたち、女の子たちのファッション見てても大人がちっちゃくなったような、うん、ミニサイズって感じですよね、本当に、うん、子供が大人のちっちゃくなったような服を着てるのかな、うん、っていう感じ。だからいわゆるもう子供子供してないですね。キャラクターとかもないしね、ほとんど見ないです ね、ないから、だからまあキャラクターはキャラクターでそういうブランドはあるとは思うけれども、うん、そういう感じとはちょっと違う、うんうん、だから日本のところで買ったものがフランスに帰ってくるとなんか妙に目立っちゃうみたいな時ありますよね。日本で買ったなんだっけな、なんかあの子供服を着せて学校に行ったらめちゃめちゃ浮いてましたね。浮くと思う。もう色が違うし、形ももちろん違うし、はい、やっぱそういう意味ではこう日本とフランスの、まあ、色の展開、サイズの展開、うん、あとこのね、デコルテのね、空き具合とかも、はい、もう全部違ってくるっていうことですよね、うん、そうですね、うん、だから私の友達でも言ってたんですけど、フランスで買った時にすごい似合うと思って買ったら、うん、日本で全然こう着る機会がないとか合わないとかいう人がいるっていうのは、多分日本の空気感とまた違うんでしょう ね、 そうですね、形が。私のお客様でね、うん、やっぱりあの日本とフランスとどちらでもお仕事されてる方がいるんですけども、うん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 、その方はやっぱり日本で仕事する時のワードローブと、うん、フランスでお仕事をする時のワードローブ別です、うん、でそのどちらも一緒にショッピングをして選んで、うんうん、これは日本用、これはフランス用っていう感じ、ね、じゃあ日本用のものはフランスでは着ないんだ、基本ほとんど着ないですね。やっぱ分けてらっしゃる。それはやっぱり色、何が違う、色も含め形、形が違うんだ、うん、そう、やっぱ日本の人に受けそうな、特にこうネック空き具合、あたりの空き具合、デコルテの空き具合とかですよね、うん、なるほどね、うん、その辺はあのフランスでお買い物するときは気をつけてご覧になった方がいいかもしれないですよね、うん、はい、はいはい、それでは本編スタートです。はい、それでは本編です。今日は質問をいただいてますので、さゆみさんに読んでいただきます。お願いします、はいはい、自分のモチベーションが下がってしまった時はどのように持ち直していらっしゃいますか？日々の生活に余裕がなくなるとやる気が急になくなってしまうことがあります。あきさんはいつもパワフルにご活躍されていると思いますが、そのようなことありますか？もしあったらそういう時にどうされているかお聞きしたいです。モチベーションが下がった時、モチベーションが下がる時はもう病気になった時ですよね。そうですね。あと私思うんですけど、モチベーションがないとやらないことは好きじゃないってことなんだと思う。そうなんですよ、うん、はい、例えば私だと事務処理ですね、うん、事務処理本当にダメ。ああいうことってやっぱり何かこう、うん、盛り上がらせないとやらないじゃないですか。だけど本当に好きなことってそんなモチベーションを上げるとか考えなくてもやるでしょ。そうなんですよ、そうなんですよ、うん、だからモチベーションが下がるかどうかっていうのは、うん、もう下がることはしないっていう前提なんですよ、うん、まず誰かにやらせちゃう、まあそうなんですけどね。本当にね、誰かにやらせたいんだけど、そうでも本当にそう考えたことあります。もう全部丸投げ、うん、まあ、はるかにうちの中だったら夫の方が事務処理はうまいし、
仕事に関しても事務処理担当の人がいるくらいだから、私に事務を任せる時点でもうすでに間違ってるんですよね、うん、そうだからそういう意味ではやっぱ私はそのセッションに集中したいとか、うん、発信に集中するとかそういう方がもう絶対モチベーションが下がらないし、でモチベーションも何もそういうものも必要ないですよ ね、 そうなんですよ、ね、モチベーションを上げようと思ったことがない、うん、そのだってもうそれが本当に多分天職みたいな感じなので、きっとモチベーションなんて考えてないと思うんですよね。さゆみさんもだってファッションのこと考えてる時ないでしょ。全くないでしょ。もうなんか天職というか、そう、うん、必要ないですもんモチベーションなんて。まあだからこうなんていうのかな、自分のやりたいことをやってるかっていう前提はあるんだけど、うん、確かに日々の生活に余裕がなくなると、うん、こういろんなこうなんかテンションが落ちてくることは確かにあるかなと思うんですよね、うんうん、はい、こう余裕がなくなってる時のこうリカバリーの仕方みたいな感じで、さゆみさんがなんかこう意識的にやってることとかありますか。余裕がない時、うん、なんかこういうことするとリセットできるみたいな。そうですね、私は半身浴して、言ってますよね、汗を出してこうデトックスするみたいな、うんうん、やっぱ汗を出すんだ。なんかそうするとちょっとスキッとして軽くなった感じがして、うんうんうん、身軽に動ける。なるほどね、うん、体とまた心が、ね、うん、セットになる感じですよね。 そんな感じはちょっとあります、うん、そういう風にちょっと自分を促して、うん、少し軽くして動きやすくする、うん、そうすると努力はしてますよ。こう半身浴が終わるとちょっとやっぱ、うん、軽くなって、軽くなるから、身軽になるんです。あ、なるほどね。そうするとこう気持ちも上がってくる、うん、そうで、そうするとちょっとこう あれもやってみよう、これもやってみよう、うんうん、みたいなところはありますよ。でこれはやっぱりそういうリストを作っておくことだと思うんですよ、うん、私自分なりに、そう、うん、で半身浴はさゆみさんバージョンなんですよ。で、うん、私は私で例えばお友達と喋るとか、うん、あと寝るとかね、うん、そういうのはあるんだけれども、うん、これって多分人によって絶対違うはずなんですよ、ね、そうですよね。でこのリストをどれだけ作っとくかってことなんですよ、うん、たくさんあればあるほどいっぱい解決法があるっていうことですね、うん、でバージョンがなんていうのかな、いくつかに分かれると思うんですよ。例えば旅行に行くっていうのは、うん、大きなことなんだけどそんなしょっちゅうはできないじゃないですか、はい、だけど半身浴だったらこう日常の中でできるじゃないですか。そう、1時間ぐらいあれば ね、だからこう非日常の大きなことから、うん、ちょっと日々の中、例えば月1回のヘアカットでもいいし、うん、病院に行くでもいいし、半身浴っていう日常レベルでもいいし、うん、こう3段階ぐらいに分けて自分の気分が上がるリストを、うんうんうん、もう作っておくことが大事、うん、でそれを気分が落ちた時にすると思い浮かばないんですよ。気分が乗ってる時に作っておく、うん、それが大事、そこがポイントだから、はい、やる気がなくなった時にこう慌てて探そうとしてもなかなか浮かばないんだけど、例えばお花を一輪買うだけでも上がるんだって思ったら、うん、リストにしとくだけで、あ、じゃあ花屋に寄ってお花を一輪買って帰ろうって気持ちになるじゃないですか、はい、でも落ちてる時に花一輪買おうっていう発想もいかないと思うんですよね普通は、うん、だから どのくらいその自分の気持ちが上がるリストを持っておくかっていうのが、実はモチベーションが、まあ、万が一下がってテンションが落ちたりとか、やっぱ体力的に落ちてる時でも戻りやすくなるリストにそのままつながるって感じかなと。私はいいアイデアですね、うん、それはね、これ案外ね、やってる人少ないんですよ、うん、いっぱいその引き出しみたいなのがあるとあるといいですよね。じゃあ今日はこれやってみようみたいな、そう、このパターンとかね、そう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 、だから半身浴パターンとか、うん、こうシャンパンパターンとか、人と会うパターンとかね、とかね、うん、でその時の時間とか自分の、できる範囲っていうのが、うん、リストがそれだけバリエーションが豊かだったら、うん、選びやすくなるんです ね、 そうですね、確かにね、うんうん、で本当にまあ旅行行ける人は旅行行けばいいけど、行けなくてもできることっていうのが他にもあれば、ね、うん、あ、私このぐらいでテンション上がるんだったらもっと日常的に取り入れようとかいろいろあるんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうかね。はい、ぜひ参考にして皆さん独自の
テンションが上がるリストを作っていただけたらなと思います。はい、ありがとうございました。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押していただければ自動的に配信されますので、ぜひ購読のボタンを押してください。また皆様からの質問・感想をお待ちしています。パリプロジェクトで検索していただき、そちらのお問い合わせからポッドキャストを選んでいただき、質問や感想を送ってください。どしどしご応募お待ちしています。また来週のパリから学んだブレない自分の作り方をどうぞお楽しみに。さゆみさん、ありがとうございました。ありがとうございました。秋でした。